銀、銀、銀は、原子番号47の元素。元素記号は、AG、非金属の一種。室温における電気伝導率と、熱伝導率、可視光線の反射率は、いずれも、金属中で最大である。光の反射率が、可視領域にわたって98%程度と高い、ことから美しい金属光沢を有し、山と言葉では、白金、白金。 白銀、白い金属と呼ばれた。塩性及び転性に富み、その性質は金に次ぎ、1ムの銀は約2 2 0 0ルの線に伸ばすことが可能である。溶融銀は973において1気圧の酸素と接触すると、その体積の20.28倍の酸素を吸収し、凝固の際に吸収した酸素を放出し表面が、 アバタとなるスピティングと呼ばれる現象を起こす。純銀の鋳造は、これを防止するために酸素を遮断した状態で行う。貴金属の中では、比較的化学変化しやすく、空気中に、硫黄化合物、自動車の、排ガスや温泉地の硫化水素などが含まれていると、表面に硫化物ワックスが生成し黒ずんでくる。銀が古くから、支配階級や浮遊階級に、 食器材料として用いられてきた理由の一つは、硫黄化合物や、基礎化合物などの毒を混入された場合に、化学変化による変色で、いち早く異変を察知できる性質化という説がある。銀イオンはバクテリアなどに対して強い殺菌力を示すため、現在では広く抗菌剤として使用されている。例えば抗菌加工と表示されている製品の一部に、 銀化合物を使用した加工を施しているものがある。塩素などのハロゲンとは直接結合しハロゲン化銀を生成する。また酸化作用のある硝酸及び熱能硫酸に溶解し銀イオンを生成する。ただし汚水には溶けにくい。また空気の存在下でシアン化ナトリウムの水溶液にもシアノ削体を形成して溶解する。銀は 古来より沈重されたため、各地の地名にも、銀を由来とした地名が多く残されている。一例として、大航海時代に初めて南アメリカ大陸南部にたどり着いたスペイン人は、ある大河の沿岸で銀のアクセサリーをつけたインディオを見かけたことで、その大河をラプラタガは、スペイン語で銀の川の意味と名付けた。 さらに独立したラプラタ複王領は国の中央を流れるラプラタ川にちなみ銀を意味するラテン語名アージェンテムから取ってアルゼンチンと解消した。紀元前3000年頃には人間の生活部隊に登場していた。元素記号の AG は銀を意味するラテン語アージェンテムに由来する。古代において銀が利用され始めた頃は銀の価値は金よりも 高いことが多かった。古代エジプトや古代インドにおいては特にそうであり、古代エジプトにおいては金に銀メッキをした宝飾品もいましていた。これは金が自然金としてそのまま産出することが多いのに、対し銀が自然銀として見つかることは非常に稀であったためである。しかし精錬の方法が向上してくるに従い、銀鉱石からの生産が増加して、 銀の価値は金に比べ低いものとなった。とはいえ、銀の産出も、未だ希少なものであり、金と並んで、各文明圏において、貴重なものとして扱われることに変わりはなかった。貴金属であり、なおかつかなりの量を市場に供給できるだけの産出量のある銀は、ユーラシア大陸において、工芸素材としてのみならず、古代より商業上の決済手段、 特に高額の決済に多用されてきた。古代ギリシアにおいては、アテネが事業内のラウリオンに有料な銀山を持っており、この銀山の利益は、アテネをギリシア有数の有力ポリスに乗し上げるのに大きな役割を果たした。また、アテネがこの銀で鋳造した銀貨はドラクマと呼ばれ、中でもテトラドラクマ、四ドラクマ銀貨は、ローマ帝国期に至っても、 中東から地中海にかけての広い地域に多い流通していた。このほか、ローマ帝国のデナリウス銀貨やイスラム世界のディルハム銀貨など大規模に流通した銀貨は数多い。銀による高額決済はユーラシア大陸の中部から西部、つまり中央アジア、西アジア、ヨーロッパなどでは広く普及していたがこれらの地域では小額決済手段は未発達であった。 一方、東アジアでは中華王朝の発行する銅線による小額決済を基盤とする商業が発達していたが、貴金属による高額決済は未発達であった。13世紀におけるモンゴル帝国による東西ユーラシアの政治的経済的統合は、この両世界の商業観光を結合させることにより、国際流通経済と銀立て決済の急成長をもたらしたが、 同時に当時ユーラシア大陸内に保持されていた銀の量を量駕する経済の肥大は決済手段の不足によって一時縮小を容儀なくされた。14世紀におけるモンゴル帝国による統合の崩壊後の世界経済は16世紀半ばにイタリポトシなどの新大陸産の銀と岩見銀山などの日本産の銀が大量に供給されることで再び活況を呈して成長を遂げていくこととなった。 金と共に中世ヨーロッパでは新大陸発見までの慢性的な不足品であって、そのため効果でもあった。そうした中で、15世紀末以降アウクスブルクのフックアーケが南ドイツの銀山を基盤に勢力拡大し、ヨーロッパ最大の富豪となった。1518年には、ボヘミアのザンクとヨアヒムスタール、現在のヤアヒモフで採掘される銀を元にして、 ヨアヒムスターラーと呼ばれる大型銀貨が鋳造されが、これは以後のヨーロッパ銀貨の基準となり、各国でこれと同様のターラー化が鋳造されるようになった。このターラーが現在のドルの語源となっている。日本最古の銀製品は、北海道のラウス町と市別町の境付近の植、別遺跡から、紀元前300年の墓から銀製品が発見されている。日本においては、 アスカ時代まで銀を産出せず、674年の津島銀山の発見が始まりである。平安時代はほぼ津島のみの産出であったが、戦国時代までには各地に銀山が開発された。岩見銀山へ導入された配布機法技術と、当時のユーラシア大陸経済が希求していた、決済手段用の銀の需要が合致したことにより、日本の産銀量は16世紀半ばに激増した。 16世紀後半から17世紀前半にかけての日本は東アジア随一の金銀銅の採掘地域でありギートなどの貿易対価として中国への輸出も行っていたこれらの金属は日本の貿易品として有用だったので銀山は鎌倉幕府以前から江戸時代の鎖国終了からしばらく明治に至っても国が直轄する場合が多かった 中でも最も産出量が多かったのは、島根県大田市の岩見銀山であり、大規模に採掘が行われた。この時期の日本の産銀量は、世界のおよそ三分の一を占めていたが、そのうちのかなりの部分が岩見銀山から産出されていた。この時期の銀山や関連施設の移行は、岩見銀山遺跡とその文化的景観として、世界遺産に指定されている。 この他にも兵庫県の陸野銀山などでも大規模に採掘が行われた。その後、日本の銀山は資源枯渇のため世界の銀産出地から日本の名前は消えた。新大陸発見後はペルーやメキシコなどで大量採掘された銀がガレ温泉の大船団によってスペイン本国へと運ばれそこから世界中に流れることになった。中でもこうした銀山の中で 最も産出量が多かったのは、ボリビアのポトシにあるセロリコ銀山であり、この鉱山は16世紀後半に産出の最盛期を迎え、その後は前言しつつも18世紀後半まで、ついで19世紀末から20世紀初頭にかけて、莫大な額の銀を産出した。同じく、メキシコのサカテカス州やグアナフアト州でも、大量の銀が採掘された。こうした、 銀採掘は原住民であるインディオの国士によって支えられており、インディオ人口の急減の一因ともなった。あまりに銀を求めるために、スペイン人征服者たちは、ペルー人に銀を食べる人々と呼ばれている。16世紀を通じて、金の山岳には大して変化がなかったのに対し、銀は16世紀中頃より、今年鉱山や岩見銀山を中心に著しく、 増大したため銀価格が暴落した。例えば、日本及び中国においては16世紀前半まで金銀比価は1、5から6前後であったが、17世紀以降は日本では1時10分13程度まで銀安となった。16世紀中頃の銀の増産の背景には、上記の新鉱脈の発見に加え、アマルガム法や配布機法といった新しい精錬技術の導入があった。 銀価値の暴落によりヨーロッパの物価は2の3倍のインフレーションに陥った価格革命。また、この銀の量の激増は、フッカー家の没落をもたらしている。こうして、新大陸で採掘された大量の銀は、メキシコの鋳造局で、メキシコドル銀貨に鋳造され、ヨーロッパやアジアで大量に流通した。中でもアジアにおいてこの銀貨は、 溶銀と呼ばれて20世紀初頭に至るまで使用され、続け、主要な貿易通貨の地位を確立していた。19世紀後半、採掘技術の向上、及び銅の電解精錬の副産物などにより、金銀の生産量が増大。銀価格は金のそれに対して、慢性的に下落するようになった。純度の高い鉱山、交渉に縛られないグローバルな技術革新と、 資本移動に関する研究は世界の金融産業史において現代を説明するのに不可欠な業績となっている。銀鉱石を構成する鉱石鉱物には次のようなものがある。化合物中で銀原子は一般的に一家の原子化酸化数が最も安定であり、より高酸化状態のものとして酸化のものも 存在するが、見かけ上二課のものは一課及び三課の混合原子化で、あることが多くの二価の化合物は一般に不安定である。銀化合物は一般的に光に対し敏感であり分解しやすく、褐色瓶で保存する。銀はその白い輝きから宝飾品としても広く利用されてきた。貴金属の中では比較的産出量も多く安価であるため、日本では 特にシルバーアクセサリーとして若者向けの宝飾品として人気が、あが、最近は一般的にも用いられるようになっている。こうしたアクセサリーに使用される場合、黒ずみにくいようにロジウムなどによってメッキが施されることが多い。特にヨーロッパにおいては、銀色機の使用はステータスを示すものとされて、珍重され、ナイフ、フォーク、皿、食材、ポット、 そのたたしたような銀食器が製造された。銀が比較的安価になりかなり多くの家庭に手が届くものとなっても銀食器の沈調は続いた。また銀は金ほどではないが天性に優れ薄く伸ばしやすいので銀箔も多用される。このほか、絵の具として銀霊も使用される。宝飾品などとして利用する場合、純銀では柔らかすぎて傷つきやすいゆえ、 酸化しやすくすぐに黒ずむ性質があるため、他の金属との合金の形で利用される、この混ぜる金属を、バリ金と呼ぶ。日本では一般的に銅を混ぜるが、加工性や高高度のため他の添加金属を用いることがある。古代エジプトでは、銀は金よりも価値があり、金製品に銀メッキが施された宝飾品が存在する。銀の用途として、 古来より最も重要だったものは、貨幣としての利用である。銀はほぼすべての文化圏において高い価値を持ち、金と共に貨幣として広く流通した。日本においても、江戸時代には長銀及び豆板銀と呼ばれる、氷量貨幣が鋳造され、係数貨幣である金及び銭と併用して使用された。銀貨の通用圏は大阪及び上方を中心としており、 金を中心とする江戸と日本盾の通貨体制となっていた。この金、銀、千の三つの通貨間の為替レートは常に変動し、これらを両替する両替商が各都市に存在した。銀はしばしば本位貨幣としても用いられ、銀を本位貨幣とした銀本位制は、清市や中華民国などで採用されていた。ヨーロッパにおいては、金貨と銀貨がそれぞれ流通する。 いわゆる金銀副本位制が取られていたが、1816年にイギリスが金本位制に転換して、以降諸国はこれに習い、銀の貨幣としての重要性は低下していき、現在一般流通用として銀を貨幣に用いる国派くなった。現在では銀貨は記念銀貨や地金型銀貨として製造、発行されている。銀は工業用にも広く使用される。 最も使用量の多い人は写真の観光材であったがフィルムカメラからデジタルカメラへの移行によってこの用途での使用量は激減した。こうした中、それに代わるものとして太陽光発電の急進に伴い太陽電池用としてのソーラーパネル用途が急増している。銀の反射率は全ての金属の中で最高でありこれを利用して 鏡や反射フィルムなどの反射の必要なものに銀は多用される。中でも鏡の製造において銀は欠かせないものである。鏡を製造するには、真空中において銀を高温で熱し、気化させ、目標物に乗着させる。銀イオンは、バクテリアなどに対して極めて強い殺菌力を示すので、浄水器の殺菌装置など、近年急速に殺菌剤として普及してきた。 抗菌性を持つものとしては、オゾンや金属銀と金属銅がある。銅に関しては用いられるようになってからは200年ほどの歴史がある。銀は1990年頃から使用されるようになった。銀イオンは観光性があり、普通の塩の状態ではすぐに還元されて黒い銀の単体粒子が積出してしまうため、最近はチオ硫酸イオンなどを排位させた作為イオンを用いて、 観光性ををししたものを使用している銀は比較的人体への毒性が低いとされているが、下官法によると事業者が銀、または銀化合物を使用するときは使用量の届出が必要なことに留意を要する。日本では公衆浴場における浴槽水の衛生管理が義務付けられているが、銀イオンはその浴槽水の殺菌に利用されている。厚生労働省からは、 塩素剤による殺菌が推奨されているが、塩素消毒が不向きな水質も存在している。銀イオンは、そのような塩素殺菌が行いづらい水質の一部でも、効果的に殺菌を行えることが確認されている。また、他の浴水殺菌剤や、殺菌装置にはない、還元的な殺菌作用、オ a p による比較から、近年注目されている、殺菌方法である。銀はまた、 写真分野の写真フィルム、X 線撮影、インガガミの観光材、週下銀、洋化銀などとして利用されている。銀は歯科医上で利用されている。比較的安価な材料として、主に保険診療報酬で使用される。用途は主に歯の薄色、虫歯や歯根の幹部を削った空洞などに失った歯が部分を保管する形で銀合金を被せたり、 はめ込んだりする方法である。これらは、ロストワックス鋳造法により製作される。使用される銀は、銀に、アエンやインジウムを添加したもの、また金やパラジウム等を添加した、銀合金であり、そのうち銀の分量は、約50から70%である。現在はほとんど行われていないが、銀と鈴の合金に、 銅や塩を添加した粉末を水銀で練るアマルガム法を用いたアマルガム修復もよく行われた。有機水銀による水俣病口外の印象から日本においては廃れたが、この治療にはもともと毒性がないと言われる無機水銀を使用して行われている。東洋医学の分野では、針治療用として銀を含む材質の針が製造されている。金を含む針に比べると安価だが、 一般的なステンレス針に比べて高価なため、銀の針を使うのが効果的とされる症状に対して価格面で折り合いがつく場合に用いられる。室温において銀は基地の金属の中で最も電気抵抗率が低い。また、天円性も非常に高く金に次ぐ数値を示す。そのため電気伝導率の良い電線として利用されている。もちろん、 銀そのものが希少性が高く、値段が高額なため、電気抵抗率の比較的近い銅線、または軽量なアルミニウム線を太系または副導体、多導体にして使用している場合がほとんどで、銀線は特殊な場合にのみ利用される。金属をロー付けする際に、銀を用いた銀牢、銀ハンダが多く用いられる。単体銀は、食品添加物の着色料として用いることができる。 代表的なものとして、糖を粒に食用銀粉をつけ、銀白色金属粒状の外観を持つように加工した、アラザンが可視装飾用に用いられている。また、食品に銀箔を添加することも広く行われ、人ウも銀箔によってコーティングされている。歴史的には、銀の粉末が顔料として用いられた。現代において銀粉と呼ばれているのは、通常、鈴子や、 アルミコである。これに対し、金粉は、現代においても金が用いられる場合がある。世界で最も銀の産出量の多い国は、メキシコであり、囲碁中華人民共和国、ペルー、オーストラリア、ロシア、チリ、ボリビア、ポーランド、アメリカ合衆国、カナダの順となっている。このうちメキシコ、ペルー、ボリビアは、古くから銀の大産出地として知られた土地である。 しかしいずれの国においても、現代では、銀鉱石がそのまま産出されるものより、銅や鉛、亜鉛などの鉱石を、電解精錬した、副産物として得られるものが大半を占める。また、この電解精錬法によって、それまで打ち捨てられていた品位の低い銀や他の鉱石に紛れ込んでいた少量銀をも回収することが可能になり、銀の生産は激増した。 また銀は高価であるため流通網が整っており、市中から回収された銀製品をいつぶして、再び銀として流通させる、リユースリサイクルもかなり大きな割合を占める。銀は美しい白い光沢を放つことから、前生術や錬金術などの神秘主義哲学では月と関連付けられ、銀は男性を、金は女性を意味していた。ある時を境に位置が逆転し、 銀は月や女性原理などを象徴するものとなり、一方、金は太陽や男性原理などを象徴するものとなった。その色合いから、金を太陽と、そして銀を月と結びつけることはかなり世界的に広く見られる傾向であり、マヤ文明においても銀は月と結びつけられていた。また、銀の生成をもとに、西洋の物語においては、狼男や悪魔といった、 邪悪なものを撃退するガジェットとして銀の弾丸がよく登場する。また、各種競技、コンクール等で2位の場合に贈られるメダル等に使われていることから2位という象徴的意味、ことわざで、雄弁は銀、沈黙は金と金に比べて一段を劣ることの象徴にもなっている。銀は金と並び貴金属や工業用素材として広く使用されることから 投資の対象にもなっている。地には、陶器的な資金が流入して、相場価格が乱高下することがある。投資の対象として注目されるようになった発端は、1979年から1980年の半ト兄弟が工業用にも利用されている銀の価格が、金層上と比べて低いことに着目した買い占めがきっかけである。 銀相場は1980年昭和55年1月18日にニューヨーク市場で瞬間最高値1オンス50ドル超を記録し日本でも1980年昭和55年1月第3春の国内縦値で1キログラム、あたり34万6千円まで冒頭し一時は20倍もの価格上昇が発生した半と兄弟の価格釣り上げ工作は 銀の高騰により、ヨーロッパの一般家庭が使っていた銀食器が大量に潰され、市場に大量放出されたことによる暴落で大失敗に終わった。その後も1996年、平成8年には、アメリカ合衆国の著名な投資家である、ウォーレン・バフェットが、世界の年間供給量の5分の1を買い占めたと表明し、直後に冒頭が生じた。2011年、 平成23年4月頃にも1980年に半と兄弟の買い占めに迫る価格まで価格が急上昇したが先物取引の規制、証拠金の上積み規制がなされたために暴落するなど依然として混乱は見られる。なお、最も銀消費量が多かった写真工業分野では現像時の銀回収システムの確立や銀円フィルムや銀菓子、 現像液を全く使わないデジタルカメラ、CCD イメージセンサシーモス、イメージセン、コンピュータ X 線撮影のような代替技術が出現しており、デジタルカメラへの移行が相当進んでいることなどから、2014年、現在、ハンと兄弟の買い占めに際して発生した写真フィルム、レントゲンフィルムの欠品、不足のような事態は発生し得ない。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。